皆様からはお気に入りの癒しの風景のリポートをいただいています。京都府京都市リポーター名ポンポン山様からいただいたものです。お気に入りの風景鴨川、通勤途中のちょっとした癒し、さあ今日もこれから頑張るぞいって、ただこの時期の川べりは寒いのといただいておりました。鴨川のカモちゃんがとても可愛らしい動画ですね。兵庫県神戸市リポーター名さくらさん、いつもの道、いつもの空を見るのを楽しみにしている場所ですといただいています。朝焼けでしょうか、とても素敵なグラデーションが一日の活力になりそうですね。長野県飯田市からいただきましたリポーター名ピエールさん、ワンちゃんのお散歩コースの公園、メタセコイアの並木が青空に映えて綺麗ですといただいておりました。皆様からはご近所の散歩道などの癒しの風景をいただきました。こういったリポートは空ミッションで募集中です。早速見ていきましょう。ウェザーニュースのお天気アプリケーションを開いていただきますと、まずはマイ天気が開かれます。こちらからは設定した地点や今のお天気、そしてこの先のお天気情報を見ることができます。では早速空ミッションを見ていきましょう。下には5つアイコンが並んでいます。その中の一番右下のカメラのアイコンをタップしていただきます。そうしますと空の写真といったページが開かれます。さらに右上に表示されている卵または鳥のアイコンをタップしていただきますとプロフィール画面が開かれます。こちら下に行っていただきますと空ミッションがオープンしています。現在千葉県周辺では空ミッション4つオープンしていますが、こちらお気に入りの風景編押していただきますと、皆様からの癒しのリポートを募集しております。お気に入りの風景を送ってください。なかなか遠出もままならず、絶景はお預けの今日この頃です。身近なお家のね、身近なところでぜひお写真を撮って送っていただければと思います。過去の絶景を探らずとも今日現在の風景で OK です。皆様からのウェザーリポートをお待ちしています。